俺はアレックス。今日は依頼も少なく、アントンさんと一緒に新作のゲームをプレイしながら過ごしていた。このゲーム面白いな。ですよね。協力プレイした方が早く進めそうですし、今度は4人でやりましょう。事務仕事も片付いたし、今日は早めに帰ることにするか。そうっすね。お、そんなことを話してたら依頼かな。こんばんは。やってきたのは小さなお客さんだった。俺はアントン。僕はロナウド。ここの便利屋さんは何でも願いを叶えてくれるって友達から聞いたんです。あの、僕の話を聞いてくれませんか？願いを叶えるってなんか違うような気もするけど。よし、ロナウドだな。俺はアントン。何でも話してくれ。まあアントンさんならそう言うよね。緊張が解けたロナウド君はポツリポツリと話し始めた。僕チビでひ弱だから、いつもアダムにバカにされるんだ。なんとかして見返したいんだけど、いつもからかわれてばっかりで。アダムというのはクラスのリーダー格の男子だという。いつの時代にもガキ大将みたいなやつがいるんだな。アダムは運動神経がいいから、僕の力じゃ全然かなわないんだ。ロナウド君の気持ちわかるな。俺も小柄だったし、運動苦手で未だに体力ないもんな。え、お兄さんは別に小さくないよね。うん。あ、俺はアレックスね。小学校の頃は小さくてガリガリだったけど、中学から一気に伸び始めたんだ。だからチビって言われるのはあまり気にしない方がいいよ。そうなんだ。僕も伸びるといいな。とは言ってもそんなのじゃ直接の解決には結びつかないよな。俺は小学生の頃の自分を思い出そうとしたが、浮かぶのはゲームをしている姿ばかりだった。よく格闘ゲームで遊んでたな。対戦相手を怖い先生だと思って戦った時は面白かったな。そうだ、ロナウド君、ゲームは好き？うん、結構得意だよ。俺の友達にゲームを作れる人がいてさ、人の写真を使ってゲームの中に登場させて遊ぶってゲームを開発しているみたいなんだ。ゲームの中に登場させる？僕とかアダムは？そんなことできるのか？前にそうやって話してたんですよね。もしかしたらできてるかもしれないし、試しに聞いてみます。ニック、久しぶり。例のゲームってもうできてる？人の写真をインストールして遊ぶってやつ。ああ、今試作途中なんだ。テスト用にプロトタイプはできてるから遊んでみるか？お、いいの？ちょっと待っててくれる？俺はすぐにロナウド君に詳細を説明した。ゲームの中で君をバカにしていること戦えるんだって。もちろん負けちゃうこともあるかもしれないけど、多少のストレス発散にはなると思うんだよね。他にもいろいろ設定して遊べるみたいだよ。僕そのゲームやってみたい。話は聞いたぞ。今から持ってくよ。助かる、ありがとう。15分後、ニックがゲーム機の試作品を便利屋まで持ってやってきた。ここに写真を挟んで。一通りの説明をしてもらって、ロナウド君はウキウキしながらそのゲーム機を持ち帰った。ありがとな、ニック。ああ、何かあったらまた呼んでくれ。ロナウド君からゲームの感想も聞かないとな。俺も後で使わせてもらおうっと。アントンさんと対戦してみたいっす。絶対俺がボコボコにされるだろう。アダムの写真さえ撮れればゲームに登場させて戦うことができる。楽しみだな。携帯のカメラを使って撮影してコンビニで印刷しよっと。翌日、ロナウド君が学校へ行くと、早速いつものようにアダムが絡んできた。おいジビ、邪魔だぞ。おはよう。気にしない気にしない。体育の授業でも。おら、ロナウドはひょろすぎて相手にならねえな。派手に投げ飛ばされたロナウド君はクラス中の笑い者になっていた。しかし今日のロナウド君はいつもと少し違った。すごいな、こんなパワー僕には出せないよ。は、当たり前だ。アダムの顔写真を撮るために秘策があったのだ。着替えの最中もロナウド君はひたすらアダムを褒めまくった。やっぱり体つきが違うよね。スポーツ万能だし、アダムは本当にかっこいいな。そうだろ、俺様の凄さがようやく分かったようだな。アダムはまんざらでもない様子ですっかり調子に乗っているようだ。そして、そのかっこいい顔写真撮らせてよ。仕方ねえな。気分いいな。こうしてロナウド君は宿敵アダムの写真を撮ることに成功した。放課後、ロナウド君は写真を現像し、光の速さで帰宅した。早速2人の写真をセットし、ゲームをスタートさせた。よし、やるぞ。この試作品は格闘ゲームだ。自分や相手をゲーム内に登場させることで、いろいろな技をあたかも自分が繰り出しているような感覚でプレイできる。わあ、
僕とアダムが画面の中に。操作方法は、あのゲームと同じだな。ロナード君はもともと格闘ゲームが得意だったので技を覚えるのに時間はかからなかった。おりゃ！ロナード君は華麗に技を繰り広げ、どんどんアダムを痛めつけた。よっしゃ、完全勝利、アダムに勝ったぞ。気持ちいい、もう一回やろうっと。すっかりこのゲームにハマってしまったロナード君は何度もアダムと戦いボコボコにしていった。翌日、昨日は楽しかったな。ゲームの中とはいえアダムをやっつけることができたんだから最高の気分だ。おいチビ、邪魔だ。え？アダムの顔がパンパンに腫れ上がっていた。アダム、それどうしたの？知らねえ、昨日の夜突然痛くなったんだよ。くそ。昨日の夜ってまさか。だけどあのゲームって本当に相手にダメージを与えることができるの？学校から帰ってきて今日は一戦だけアダムとゲーム内で勝負した。当然ながらロナウド君の圧勝だ。翌日、アダムはとても具合が悪そうにしていた。やっぱりゲームのせいなのかな。昨日のゲーム結果と同じ顔をしてる。ざまあ見ろ、いつも僕をバカにしているからだ。これからも毎日ボコボコにしてやれば。これから毎日ボコボコに、本当にそれでいいのかな。放課後、ロナウド君がゲームを持って事務所へやってきた。アレックスさん、このゲームなんかおかしいんだ。え、やっぱり試作品だからかな。どんな風におかしいの？ゲームで戦ったダメージをそのまま相手に与えている気がするんだ。アダムが本当にボコボコになっちゃって。さすがにそれはありえないんじゃ。たまたまってことはないか。僕もそうかと思ったんだけど、顔の腫れた感じとかゲームと一緒なんだよね。じゃあ試しにアントンさんやってみましょう。おそうだな。俺とアントンさんも写真を撮って実際に格闘ゲームをやってみた。するとぐっそー、負けた。よっしゃー、ほら何も起きない。アントンさん。俺がボロ勝ち、勝負が終わった瞬間アントンさんが突然負傷してしまったのだ。すみません手加減できなくて。ほらアントンさん、ゲームと同じ顔だよ。確かにアントンさんの顔や体はゲームの中と全く同じ状態になっていた。どうなってるんだ。俺はすぐにニックに連絡し事務所へ来てもらった。俺とニックで対戦して、お互い顔に一発入れて試合を中断してもそのまま傷が反映することが分かった。そんなわけないだろって思ってたのに。いてててて、ダメージが現実になるゲームって一体どうなってるんだ。怖い、これ絶対やばいよ。ニックはゲームの試作品をすぐさま破壊した。すると傷が消えた。本当だ、もしかしてアダムの傷も消えたのかな。どうなってるんだ。試作品とはいえ普通じゃありえないことが起きてしまった。本当に申し訳ない。いやいや、ニックのせいじゃないよ。こんな不思議なこと誰も予想できないし。問題はアダムだよな。正直に言ったところで信じてもらえないだろうし、どうしたものか。ですよね。多分傷は消えてるだろうし何も言わない方がいいかも。ロナウド君、変なことに巻き込んじゃってごめんね。うん、ゲームは面白かったしアダムに勝てたのは嬉しかったけど、現実のアダムがボロボロになるのは見てて悲しかった。さっきアントンさんとアレックスさんが楽しそうにゲームしてるのを見て、僕も楽しく戦えたらいいなって思ったんだ。そうだ、僕柔道の練習をするよ。体育の先生が柔道の選手で授業でよくやるんだ。いつもアダムに投げられてばかりだから負けないように頑張る。もうひ弱だなんて言わせないぞ。ロナウド君はやる気に満ちた顔で帰っていった。もう大丈夫そうですね。ああ、ロナウドは自分で解決する方法を見つけたんだ。俺たちはその思いを尊重して見守ってあげよう。数ヶ月後、学校帰りのロナウド君が事務所にやってきた。アントンさん、アレックスさん。おお、ロナウドか。元気そうだね。あれから一生懸命柔道の練習をして少しずつ上達していっているらしい。ロナウド、軸足がしっかりしてきたな。この前まで相手にならないと思ってたのに。毎日練習してるんだ。この調子でアダムを倒してやる。はあ、根性あんじゃねえか。でも甘い。散々バカにして悪かったよ。根性あるやつは嫌いじゃねえ。今度練習に付き合ってやるよ。アダム、
アダムと仲良くなったんだ。ゲームとはいえ暴力じゃ解決しないって分かったから僕自身が変わろうと思ったんだ。いい心がけだ、偉いぞロナウド。すごいな、小学校時代の俺にも聞かせてあげたいよ。とあるゲームで俺たちは不思議な現象を体験した。そして一人の少年は、ああチビロナウド、今日も邪魔だな。おはようアダム、身長はこれから伸びるんだってば。この不思議なゲームによって大きく成長したのだった。今日も見てくれてありがとう。君が見てくれて俺は嬉しいぞ。あ、アントンさん、チャンネル登録もうしました？おう、もちろんだ。さすが。みんなもチャンネル登録と高評価よろしくね。